子どもの頃からショパンの作品は大好きで、ショパンの名前がつくコンクールということで昔からこのコンクールの存在は知っていました。と同時にとても偉大で伝統のあるコンクールということも知っていて、とても憧れのある舞台でありました。5年前もずっと配信を聞いていて、今回さまざまなこと状況から参加する機会をいただいたので挑戦してみることにしました。とにかく いつも以上にこのコンクールに向けてショパンと多く時間を過ごしてきたと思っています。ショパンと多く向き合う、長い時間かけて向き合うことでたくさんの ショパンと向き合うことで私の中にもショパンが生きているというような感覚がしました。私の場合は母がピアノの講師ではないのですが、家族が音楽好きなこともあって、生まれた時からずっと家には音楽が流れていて、そして私の家にもたまたまピアノがあったこともあり、自然とピアノを弾くようになっていました。自然とピアノを弾いてピアノを習うことはもう生まれた時から当たり前のように周りにずっと音楽があったので、それで勉強をし始めました。ピアニストというものはその演奏する作曲家の作品の世界を聴いてくださる方に届けなければいけないと思うので、やはりその面でよりいい音楽を追求していかなければいけないということは簡単ではないと思います。ピアニストが、音楽をするということをどれだけ愛せるかということと、その演奏する上での意味みたいなものが見出せた時にそのピアニストの始まりだと思っています。勇気と尊敬と ひたむき、まっすぐ、なんて言えばいいんでしょう、わかりますか、かなと思います。そう、やはり参加することを決めたことは簡単には決められなかったので、とても勇気のいる決断でした、自分にとっては。